はい、どうもこんにちは、しんでございます。今日はですね、このトップケース、こちらのねご紹介をしようかなと思います。結構ね悩んでおられる方多いんちゃうかな、気になってる方多いんちゃうかなと思うんですけど、ハンター株もちろん大人気なんですけども、まあ、それ以外にも、まあ、クロス株とか普通の株もそうですし、それ以外の車種でもねトップケースを悩まれる方っていうのは多いと思います。ソフトタイプ、ハードタイプ、いろいろありますんで。でこのケース以外にも、まあ、例えば木箱やったりとかね、僕も悩みました。でいろいろ考えた結果、これにしたと、とりあえずねっていうような流れです。この手のねケースで、まあ、代表格といえばやっぱりあのジビかなと思うんですけども、やっぱお高いじゃないですか、値段結構な値段がするので、もちろんね物がいいのは分かってはいてもなかなか手が出しにくい。でそこでまあチコチコ見ていくと、Amazon でね出てくるのがこちらの商品で、気になっている方、見られた方っていうのも多いと思いますけど、まあ、今回僕が購入したのはこちらのハードタイプの、トップケース、55リットルっていうサイズですね。このサイズがねまた良かったんですよ。ではですね、まずこのケースにした理由っていうのをねいろいろと挙げていこうかなと思います。まず第一にお値段、何しろ安い正規品の、まあ、正規品という言い方良くないな、ジビの、約半額ですね、2万円台やったと思います。で購入しました。何よりもまずやっぱり値段が安いっていうのが一つですよね。絶対にまあ剥き出しですし、ボロボロにもなる商品かなっていうふうに思うので、まあ、たかがケース、されどケースではあるんですけども、やっぱなかなかねジビの金額は勇気がいるなと。特にハンター株につけるにあたってはね、まあ、BM とかなってきたらまた別なんですけど、このハンター株に関してはちょっとそこまでの高いケースいるかっていうのがあったっていうのが一つで、もう一つは、サイズですね。ジビに関して言うと42とか3とかの正方形のケースか、もしくは、横長のワイドタイプのものですね。あれ何本やったやろ、60何本やったかな、ちょっと出しときますけど、っていう2パターンなんですね。でもちろんその両サイズ見せてもらったことあるんですけども、42とか3のその小さい方の正方形のタイプやとちょっと小さいなと思ったんですね。でもかといってそのもう一つ大きいサイズになると横幅が結構出るんで、この株の荷台のサイズから横に結構出るんですよね。で荷物は詰めてヘルメットもフルフェイス2個入るんでよかったんですけど、こけた時とかにまもろに売ってしまうと。でそうなってしまうと、僕車体が傷いくのはもう絶対こけるしいいわと思ったんですけど、このケースに穴が開いたりとか、そうする方がちょっと嫌やなと、あと変形して水が入ったりとかね、そっちの方が嫌やなと思ったんで、できるだけ横幅が収まってるもので、かつまあ縦幅があって、容量が大きいものっていうのが、欲しかった。で、まあ、そこでこの規格に関しては55リットルっていうサイズがあったのでこれにしました。はい。で次にいいところ、ここのね開け閉めするこの蓋のところのロックと取り付けのバックルがそれぞれ独立してるんですね。これ何がいいかっていうと、一体型のものっていうのも多くあるんですけど、一体型のものやと開閉するときに必ず鍵が必要なんですよ。で必ず鍵をつけて、開閉するっていうことをしないとダメなんですね。で僕この前、借り物のトップケースでこの鍵抜くの忘れて閉めたまま走り出してしまって鍵落としたっていうことがあったんですね。でこれに関しては、まあ、僕の不注意なんですけど、これに関しては、鍵に関しては開けておけば、ロックはされない状態で使用することができます。でちょっと離れるとき飯食いに行こうとか、通勤で仕事に行くとかそういうときに関しては鍵をしてあげれば動かないっていう形に蓋だけで独立して閉めることができる。もちろんこの取り付けの方のバックルはバックルで今鍵してあるか、こっちは常時ロックしてある状態ですね。はい、これで外れるんですけど、こっちに関しては常時ロックしておけば外れない。で上だけ外れるっていうことができるっていうのが2つ目。3つ目、これねインナーが入ってるんですよ。こういうこのインナーがなかなか優秀で、結構ね例えばカッパとかそういったものがこれむき出しやと中のねこのリベット映ってるかな、このリベットに引っかかったりとかして破れたりっていうのがちょこちょこあるみたいなんですけど、これに関してはこのインナーが入っている、この上もそうですね、上にもインナーが入ってます。まあ内ポケットとかもありますけど、っていうのが良かった点。これは42とかのサイズにはなくて55で、書いてなかったけどあって良かったのはこれ、ここの蓋のこの
ベルトっていうかな、これ突っ張りの紐ですね。これ一番僕心配やったのがここのヒンジの部分なんですよ。このヒンジが、ジビなんかはやっぱり丈夫な金属製で、かつ、壊れた時の付け替え部品、補修部品なんかも出てるんですけど、これねおそらく樹脂製で割れたら終わりっていう。なので結構風が強い日なんかにこれ開けてバーンとやってしまうと、ここバキッと行きがちなんですけど、そうならないための、ストラップが2箇所あります。これね商品説明に書いてなかったんですけど、絶対必要やと思います。はい、安心感が違いますね。あとは浸水テストもしたんですよ。実際にシャワーっていうかじょうろでね、ホースで水をかけたりとかして水が入ってこないかっていうテストもしたんですけど、結構しっかりねこの辺りもコーキングされてますし、この辺のつなぎ目もまあちょっと粗いですけどコーキングされてるんで、昨日おとついなんかも僕雨の中仕事でも使ってたんですけど、中の荷物が濡れてしまうっていうことはありませんでした。なので、まあ、防水設計ではあって完全防水は別に謳ってないんですけど、そこそこの雨の中ずっと走ってても特に浸水等はしなかったですね。それは素晴らしかったと思います。ちょっと取り外してみようかな。よいしょ、あ、鍵取れた。取り外すとよいしょ、こんな感じですね。ここの突起が4箇所なんか緩んできてる、締めとこう後で。4箇所それをよいしょ、ここのねここに4箇所引っ掛けて、あ、剥がさんとこ固定させると、そういったタイプになってます。よいしょ、はめて下のバックルを引っ掛けて上にバチンと、これで取り付けが完了という形ですね。非常に気に入ってます。で、場所に関してはさっきちらっと見せたんですけども、荷台の半分から後ろのスペースに乗っけてる状態で、あとこれ今は別売りなんですけど、パッドですね、背もたれを取り付けているというような感じ。まあ、全部合わせても多分3万してなかったと思うので、非常にお手軽で満足度が高い商品かなと思うんですけども、いくつかまあマイナスポイントとか気になるポイントがあるので、その点もお話ししていこうと思います。まず一つが、やっぱりここですね、ここのヒンジの部分に若干不安があるとっていうのはやっぱり一つあります。それとこれ本体だけでおそらく8キロぐらいの重量があったと思います。で、僕撮影機材なんかが10何キロとかあるんで、合わせると、まあ、20キロぐらいの重量のものがこの半分から後ろにガンって乗る形になるんですね。なので止めると、今は荷物積んでないんですけど、後輪がついて前輪が浮く形になるんですね。で、止まってる状態でももちろんこれなんですけど、実際に運転をするとフロントの荷重不足っていうのはかなり顕著に感じます。フロントがふわ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 するようになります。それと今センタースタンドでかけてるんですけど、よいしょ、まあ、今荷物大丈夫なんですけど、サイドスタンドでかけた時にやっぱりここのね重量がね結構グーッと寄ってくるんで、こっちにね倒れようとしてくるんですよ、こうやってビーンって。それがね結構怖い。平坦なところでギリギリ大丈夫なんですけど、ちょっと坂のとことかやと一瞬でバランスを崩します。それがあってやばいと思って反対側に先こかしてしまったんですけどね、ここやってしまった、はい、っていうようなところです。まあ、これにした理由っていうのは、まあ、雨でも荷物をちょっと運びたかった、撮影機材なんかを雨に濡らしたくなかったんで、木箱とかやとちょっとやっぱりね、あのカバーとかをかけても心配があったっていうのと、息子とタンデムをしたいっていうのがあったので、後ろに設置して、まあ、なんとかね子供であればタンデムできるスペースがあるかなっていう、まあ、プラス背もたれがあれば、まあ、運転手と僕とこのケースで子供を挟めるんで、まあ、落下してしまいよったりとかね、そういう心配も少ないかなと思ったので、とりあえず一つ持っておこうかなっていうのでこちらを購入しました。ただまあやっぱり重量としては重いし、なかなかねさっきも言ったみたいに20キロ相当の荷物を積んで、林道を走ったりっていうのはちょっとやっぱりバランス的にも厳しいし、楽しめないなっていうのが正直な感想なので、そっちに行く時なんかはもう外してしまって荷物を直接ね荷台に
くくりつけてっていうような使い方がいいのかなというふうに思います。まあ、キャンプなんかをするときに荷物をまあ満載積んで、ここにもまあ例えば椅子とかテントとかをくくりつけて、でこの上にもここにもねこうベルトを通すところがあるので、この上にも荷物は積めると思いますし、まあ、荷物満載積んで、まあ、キャンプ場のちょっと舗装されてないところを行くぐらいやったら問題ないのかなというふうには思います。どうでしょうか、こちらのトップケース。あ、もう一個あった、ちょっとマイナスなポイントが。これね、一応ね、商品としてはアルミトップケースとして出てるんですけど、多分ね、聞こえるかな、これね、なんかね、アルミじゃないっぽいんですよね。全体がなんか樹脂っぽい感じ、致命的、嘘やんっていう話だったんですけど、シルバーの方はね、もろにアルミのシルバーのケースなんですけど、ブラックの方はね、どうもなんかアルミじゃないっぽい質感なんですよ。まあ、マットブラックなんで、そんなに安っぽい感じもないんですけど、アルミかって言われたらちょっとなんか怪しいなっていう、そんな感じです。はい。まあ、結構ねトップケース、ジビのもの高いので、こちら商品悩んでおられる方多いかなと思うんですけども、まあ、レビューも少なかったですし、実際に、まあ、動画で上がってるのもね少なかったので、ちょっと撮っとこうかなと思って、撮ってみました。まあ、もしどなたかのね参考になれば幸いです。はい、というわけでまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。